こんにちは、本返しチャンネルのサメです。今回は坂谷香織さんが書かれた自分でできる熟睡脳のコツという本を解説します。今回の目次は以下の通りです。1、自分の不眠体質を知る。2、体から治す東洋医学。3、不眠を解消するツボマッサージという順番で解説していきます。睡眠不足、不眠を解消し、睡眠の質を上げるにはどうすればいいでしょうか。その答えは東洋医学にあります。東洋医学とは中国や日本の伝統医学をベースとしたもので、現代医学や科学とは異なった理論や方法で診療を行います。現代医学では不眠症を脳の不調と考え、精神安定剤や睡眠薬を処方しますが、東洋医学では不眠症を体の不調による未病と考え、体質を改善していきます。未病とは病気になる前の半健康状態のことです。このように現代医学と東洋医学では不眠症に対するアプローチが全く異なるため、現代医学で不眠症が改善しなかった方が東洋医学で良くなるということも少なくありません。本書は東洋医学と現代医学の本当にいいところや効くやり方だけを集めて不眠解消法について解説しています。熟睡生活を送るためにはどうすればいいのかを知ることができるので、おすすめの本です。というわけで、1、自分の不眠体質を知る。この章では3つのポイント。不眠症のタイプを知る、朝日を浴びて睡眠不足を治す、睡眠不足の体の変化というポイントを解説します。まず1つ目のポイント、不眠症のタイプを知る。そもそも不眠障害とは寝つきが悪いことだけを指すわけではありません。実は睡眠のパターンから4つのタイプがあります。入眠障害、熟睡障害、中途覚醒、早朝覚醒という4つです。それぞれ簡単に説明します。まず最も一般的な睡眠障害のタイプが入眠障害です。これは布団に入ってからもなかなか寝つけず、何度も寝返りを打って悶々とするような人を指します。2つ目の熟睡障害は、朝起きてもぐっすり熟睡できたという満足感が得られない人で、それなりに眠っていても寝覚めた時に疲れが取れたという感覚が得られません。中途覚醒は寝つきは悪くありません。しかし眠りが浅いために夜中に何度も目が覚めます。飲酒をした時によく見られる現象でもあります。4つ目のタイプは明け方に目が覚めてしまう早朝覚醒です。これは加齢に伴い多くの人が自然と経験するので、日中に強い眠気に襲われることがなければそれほど心配する必要はありません。問題になるのはストレスやうつ病に伴う早朝覚醒です。では続いて2つ目のポイント、朝日を浴びて睡眠不足を治す。睡眠と関連して大事になるのが朝起きて朝日を浴びることです。朝日を浴びると体内時計がリセットされ、睡眠障害を改善する効果があります。一体なぜでしょうか。睡眠を誘発するホルモンにメラトニンというものがあります。このメラトニンというホルモンは光刺激によって分泌が抑えられる性質があるため、朝日を浴びると日中のメラトニン分泌量が抑制されます。そのため夜になると逆にメラトニンが十分に分泌されるようになり、よく眠れるわけです。朝日を浴びると得られる効果はもう一つあります。それはセロトニンという脳内物質と関係しています。セロトニンには精神を安定させる作用があり、脳内でセロトニンが不足すると情緒や気分が不安定になります。これがうつ病のような心の不調の原因になるんです。セロトニンは目からの光刺激により合成が促進される性質があるため、朝日を浴びることによって脳内のセロトニンが増え心が安定します。またセロトニンはメラトニンの原料ともなるため、朝日を浴びることは一石二鳥だと言えます。では続いて3つ目のポイント、睡眠不足の体の変化。睡眠不足の原因で最も多いのがストレスです。ストレスが溜まって睡眠不足が続くと体にどのような変化が起きるのか見ていきましょう。まず睡眠不足が続くと自律神経のバランスが崩れます。自律神経には交感神経と副交感神経があり、その両者のバランスによって内臓機能をコントロールしています。ストレスを受け続けると交感神経が副交感神経よりも強く活動するようになり、次第に体が参ってしまいます。これは車で常に猛スピードを出し続けた結果、エンジンを使いすぎてオーバーヒートを起こすようなものです。エンジンを使い続ければ車が動かなくなるように、人間も頑張りすぎてしまうとパワーが出なくなってしまいます。もちろん日常生活にストレスはつきものですが、強いストレスが続けば食欲や体力の低下、メンタルの不調が現れ不眠症も併発するようになります。では続いてに、体から治す東洋医学。この章では3つのポイント、現代医学と東洋医学の違いは丸々にある。東洋医学のアプローチは心身一如、自分の不眠体質を知るという3つのポイントを解説していきます。まず1つ目のポイント、現代医学と東洋医学の違いは丸々にある。東洋医学が現代医学と一番大きく違う点は臓器の種類です。現代医学のベースとなっている近代西洋医学では、人体解剖によって見出された様々な臓器が機能して生命が維持されていると考えます。それに対して東洋医学の臓器は五臓六腑です。五臓とは心、肺、肝、腎、脾の5つの臓器を指し、六腑とは胃、
小腸、大腸、膀胱、胆のう、三小の6つの臓器を指します。東洋医学ではこの五臓六腑の働きによって人間の生命が維持されると考えます。ではストレスや睡眠障害といった不調を東洋医学ではどのように考えるのでしょうか。東洋医学では不眠症の最大の原因であるストレスは肝の障害だと考えています。なぜなら肝は体の中をめぐる気の流れを調節することによって感情をコントロールする働きがあると考えるからです。では続いて2つ目のポイント、東洋医学のアプローチは心身一如。脳と心の病気に対して体を治す東洋医学のアプローチは心身一如という概念と強く関係します。心身一如とは心と体は一体となっているということです。ストレスがあると胃腸の調子が悪くなったり肌が荒れたりするように、心の調子が悪いと体の調子も崩れます。実は東洋医学と正反対に思われる現代医学でも心身一如の考えがベースとなっている病気があるのをご存知でしょうか。それは心身症という病気です。心身症とは心の障害が体の障害を引き起こす病気で、ストレスによって精神面が崩れたことが引き金となり、胃腸障害やアトピー、喘息を発症したり悪化したりすることです。こうした病気を現代医学では心身症と呼んでいます。では続いて3つ目のポイント、自分の不眠体質を知る。現代医学ではストレスが脳に作用して不眠症を引き起こすと考えますが、東洋医学ではストレスが体の不調を引き起こし睡眠障害の原因になると考えます。不眠体質は大きく分けて4つのタイプに分けれます。その4つのタイプというのが、肝鬱過過、体熱上昇、気血不足、陰虚過旺という4つです。1つ目の肝鬱過過はストレスの多い生活を送っているためいつも怒りっぽくイライラする症状があります。寝つきの悪い入眠障害タイプが多いのが特徴です。2つ目の体熱上昇もストレスが関係していますが、肝鬱過過と違うのは、体熱上昇は肝鬱過過が進行して胃腸障害が出てきたパターンだということです。3つ目の気血不足は中途覚醒の睡眠障害を持つ人が多く、気力と活力が不足しているので疲れや倦怠感があり体が冷えやすい状態です。4つ目の陰虚過旺はストレスだけでなくホルモンバランスの乱れが引き起こす睡眠障害で、寝つきが悪い入眠障害が多いですが中途覚醒のタイプも多いです。では続いて3、不眠を解消するツボマッサージ。この章では2つのポイント、鍼灸のプロが教える睡眠障害を認識する方法、プロが教える熟睡できるツボというポイントを解説します。まず1つ目のポイント、鍼灸のプロが教える睡眠障害を認識する方法。東洋医学の方法で睡眠障害を認識するやり方があります。それは左右の胸の真ん中にある膻中というツボを押して痛みがあるかどうか調べるというものです。圧痛がある場合 100% 不眠があると言えます。痛みを感じるということはそこが治療のポイントであるということですが、一体どうすれば効果的に痛みを緩和できるのでしょうか。そこで効果を発揮するのがツボマッサージです。押して痛みを感じるということはストレスが溜まっている証拠です。逆に考えればそこをマッサージするだけでストレスが緩和します。少しずつ押す力を加えて痛くなる少し手前の強さでマッサージしましょう。痛みを感じるほど強く押してしまうと脳が驚いてしまい逆効果になります。では続いて2つ目のポイント、プロが教える熟睡できるツボ。ツボマッサージが良いと分かったところで、プロの鍼灸師が実践する熟睡のツボをいくつか抜粋して紹介します。まず1つ目は老朽です。まず片方の手を軽く握ってみてください。人差し指と中指の先端が手のひらにつきますよね。その間にあるのが老朽です。このツボは精神機能と関係していて、そこをマッサージすると心と体がリラックスし全身の緊張が次第にほぐれます。ハンドマッサージには最適のツボだと言えるでしょう。もちろん自分でやることもできますが、パートナーなど身近な人にやってもらうとより効果的です。続いて2つ目のツボは失眠です。失眠はかかとの真ん中のポイントで、足の裏は皮膚が硬いので、お灸も効果的です。最近では、千年灸のように、熱くなく、火もつけやすいお灸がドラッグストアでも市販されています。ぜひセルフケア用に買って試してみてください。3つ目のツボは、百会です。百会は、頭の上で両耳を結ぶ横線と、目と目の間から頭の中央へ縦に伸びる線が交わる、頭頂部にあるポイントのことです。ここをマッサージすると、ストレスによる頭痛、肩こり、目の疲れなどにも効果があります。寝る時だけでなく仕事でストレスを感じている時にも使えるので、とても便利で簡単なツボだと言えます。4つ目のツボは安眠です。名前の通り眠気を誘うツボとも言われています。マッサージのやり方は、まず耳たぶの後ろを触ってください。骨の出っ張りから指の幅 1,2 本程度下の部分、これが安眠のツボです。このツボは強く押すと痛いので優しくマッサージしましょう。以上4つのツボの紹介でした。本書では熟睡のためのツボが他にも紹介されているので、ぜひ読んでみてください。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、自分の不眠体質を知る。不眠症のタイプを知る。朝日を浴びて睡眠不足を治す。睡眠不足の体の変化。
2. 体から治せ東洋医学、現代医学と東洋医学の違い。東洋医学のアプローチは心身一如、自分の不眠体質を知る。3. 不眠を解消するツボマッサージ、鍼灸のプロが教える睡眠障害を認識する方法、プロが教える熟睡できるツボという順番で解説しました。今回紹介した本、自分でできる熟睡脳のコツについて、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい、そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説、短い時間で理解度アップ、ビジネス図書館東京。